みなさんこんにちは今日は助動詞「may」という表現について勉強します「may」と動詞の原型で「何々してもよい」または「何々かもしれない」という意味を持ちます「You may enter my room」あなたは私の部屋に入ってもいいです。 主語と名と動詞の原の形形のですす。ね。もう一度言います主語と名と」の原形。May、の後に来る動詞「Enter」が動詞の原型であることに注意しましょうまた「It may be true」のように「それは本当かもしれません」という意味にもなります 主語と「名と動詞の原型の形ですね「名の後に来る動詞「B」は動詞の原型ですね Let's try it! それでは「名の表現を使って文章を作ってみましょう彼はここに来てもいいです「He may come here」 彼女の名前を知っているかもしれない。ともメイのハネイン。次の日曜日は雨が降るかもしれません。l e t s Sunday. 復習しましょうメイと動詞の原型 何々しても良いまたは何々かもしれないという意味を持つ You may enter my room あなたは私の部屋に入ってもいいです主語と名と動詞の原型の形 It may be true それは 本当かもしれませんという使い方もあります。TheEnd どこでも勉強、com.